はい、皆さんこんばんは。こんばんは。よいしょ。開封した後のタランです。そう、お前を待ちきれんけんね、うん、もう開封しました。これが買ってる、これサイズなんぼっちゅうた、うん、サイズ、うん、80mm で買って81近くあるね。あ、そう、うん、で有料な出品者さんやったね。これ微妙なやつおるけんね。あ、そう、あ絶対ねえやろこれちゅう。あ、逆パターンもあるちゅう。うん、あるある。ちょっと大きめに見せとって。そう、これはもうちょっといいですよ。やっぱね、80アップは大きいよね。大きい。90アップを目指していこうと思ってるけどね。今回からガチシークやね。そうそう、前回はあれやったもんね。横が好きやったよ。あのね、アップの横、アップ、ピンボケ線、ピン取れる？うん、取れてる。イエローそこの、うん、その感じがいいと思う。とかね、これなんでブルブル震えちゃうのね、これ。うん？とブルブル震えるんで。味覚じゃない？やっぱりね。綺麗。まだタランドス初めて買った時は、うん、ちっちゃいのでも2、3万しよったもんね。あ、そねしよったと？しよったしよった。対馬で、対馬でブリードしてた頃、うんうんうん、タランデスソゲ取れてなかった。レギウスはウカまで行っとったもんね。そうそう、2的にはレギよりタランデスの方が好きだった。まあ、顎がね、このさっき言うたろ、うん、タランデスのこの真横から見たそこが好きやとよ。なんとも言えやろ、いかついよね。ペンダントにしたい感じだよね。重そう、かなり、うん、重厚感がある。あるある、ツヤといいね。うん、タランデスいいですよ。厚みもすげえ。家のメスともかけないけんしね。メスも来たらメスも大きいよ。メスでかいよね。うん、これから、この横からこのギュンチになっとるやろ、うん、オウムみたいな。マジで造形美がほんとこのアフリカ系はすごいよね。すごい、ちょっと違うもんね。異形な、異形ではないよね。かっこいいよね、ダウンフォースが。300キロぐらいで走っても大丈夫。そうね、空気抵抗なさそうやもん、うん、木の中に入りやすくなっとったかな、もしかしたら形状が、うん、体割には顎はそげないね、メスも。うん、顎は短いね、やっぱり。デカさのあれで持ってきとったけど、うちのタランです、うん、オスを、うん、いや、いいよ、別に。いい、やだ、これ一生威嚇するね。もう、あれやろ、ペアリングしよったろ。うん、ペアリングするよ。今回は、うん、瓦、どんな瓦で行くっちゅうか。瓦じゃない、レーシ。あ、レーシで行くと、うん、レーシが日曜日に来るかな。おぉ、レーシ材で。サンダース。ただこれ放置するの怖いよね、顎縛りできんけん。あ、これ縛れんと。縛れんよ、グールガンでするしかない。あ、それなんか嫌ね。そうです、メスバチいくよ。やっぱパワーが最強中でね、うん、言ったように撃たれた後がショットガンで撃たれた後みたいになるけどさ、ボコッチ焦げる。そんなパワーあった、うん、そこ突き破る、やっぱメスの。こんだけ分厚くても、うんうん、ライフとかええけどやられちゃうね、うん。作戦はそしたらどうする？あ、もうでもぶち込んどくしかないとね。一晩一緒にしとくしかないよね。一晩でも話すしかない。一晩で話して、うん、またほら潜っていかれたらまた入れるみたいな感じ。ああ。一晩が限界やろうね。一晩ぐらいなら多分大丈夫と思う。そうやじゃ、うん。あんま近くにおられたらやっぱオスもバッチン食ったね、ずっと。うん？そうそう、あんま近くにおると。あるよ。そうね、うん、
まだ引っ張ると。いや引っ張らん引っ張る。引っ張りよっち思った？うん。いや違うよ。しゃべりに夢中やっただけよ。そう。うん。よっしゃ。ならまたこれは3段セットで紹介しましょうかね。はい。それでは今日は今日来たとかねタランデス。あ？今日来たってね。そうそう。今日来たタランデスの。よいしょ。うちが浮かさせたメス。これ50ミリぐらいやったの？うん。全然違う。全然違う。それで50あるけんね。こっち54あるけん。カバチンがやっぱパン腫れとんねこれね。こっちね。まあ、全然違うね見た目が。うんうん、まあ、でも俺こっちに期待してる。これは産んでなさそうですよね。ん？オスがね、ひ、うんうん、っくりこけよったわけね。うん。いいな。はい、それでは今日はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございます。なんで今パチンチ叩いた？開いた！